5月7日、横浜市にある都築認可園で初めての男性茶道講座が開かれました。より多くの人に奥深い茶道の魅力に触れてもらおうと、毎月都築認可園の茶室を利用して開催されているものです。できるだけ肩の凝らない、気軽に長続きしてもらえればいいなというふうに考えてます。茶室に名前がついてまして、林亭、市民の方から名前を募集してそれが選ばれてきたわけですけども、いわゆる和、人の和というものを大事にしたいというふうに考えてます。流派によって作法が異なる茶席でのマナーですが、この講座ではどの流派にもつながるような基本的なルールや作法の意味を大事にしています。参加者はお菓子の食べ方やお茶の飲み方などを先生に教わりながら、同席する人への心配りやおもてなしといった日本文化の心を学びました。講座の後半には参加者自身でお茶をたて、茶室で心安らぐひとときを過ごしました。大事なのはおそらくおもてなしとか、おいしいお茶をいただくとか、差し上げるとか、そういう心だと思うので、ぜひそっちの方もちゃんと学びたいと思います。日本文化なんでちょっと学んでみたいなという気持ちはありますね。いろいろと細かいところがあって覚えるのがちょっと大変かなみたいな感じですけど。